よっしゃ、みっけ。あっ、なんだあの変なロボットは。助けてあげたいのは山々なんだけど、ごめん。お、ここね。出てこい。おかげ、霧沢夫婦だ。俺の名はカラメ。獅子天カドツ様の配下、式神使い、ここで殺してやる。上等、売られた喧嘩は買っちゃうかんね。強いやつどこ？ほかげどこ？感じる。なんだこいつ、いっぱいいる。感じる。でも違う、こいつ一人。出てこい！お前誰？逃げる。危険。ここにいる危険。お前何者？おかげの人間？俺、ウラウル橋支店、カドツ。こんなところで死ぬ、ない！ウラウル橋支店、森の配下か。ほう、お前、
今までかなりの数の人間を殺しているな。お前の周りにお前が殺した人間たちの怨念が見えるよ。怨念？くだらないお前、そんなもの見えない。ならば見せてやろう、資料を炎で呪ってな。行きましょう、クレイさん。もう十分でしたろ。サシズか。サシズやありません、助言や。その炎を使うんは他にな。行くぞ。わっほー、クレイさんが言うこと聞いてくれた。休憩しよっと。ずっと歩きっぱなしだったからね。しかし不気味なとこだな。あるのは変な機械とカプセルばっか。敵もいねえし、なんだよここ。なんだ？死ぬかと思った。あ、生きてやがる。クソガキ、答えてもらうぜ。ドモンはどこだ。ドモン兄ちゃんを知っている。お前がガオーだな。ここにたくさんのチョコを持っている。俺の大好きなチョコだ。だがあえて食わねえ。俺はあの日ドモンに負けてからチョコをひとかけらも食っていねえ。そしてドモンを殺したその時こそ好きなだけ食えるってルールを自分に課した。こいつは心理学的に言うところの報酬効果ってやつだ。人間は何かをしてから頑張れんのさ。お前は一生ドモン兄ちゃんに会えない。ここで負けるんだ。カチンときたぜ。城閉めてやるぜ、クソチビ。